人はなぜ恐怖を求めるのか。あなたが喜びを実感したいのなら、まず深い悲しみを知ることです。幸せをかみしめたいのなら、不幸を味わってみることです。そしてあなたが人生の平穏を退屈ではなく幸せだと思えるためには、時には地獄を見るような恐怖を体験してみることです。人はそれを無意識のうちに知っている。しかし現実の恐怖は誰も歓迎しない。だからこそ人は時々覗いてみたくなるのです。幻想の恐怖を。待ってたわ。久しぶりだね。長かったわ。寒そうだ。ずっと濡れたままなんだ。僕はもう忘れてしまった。出たわ。乾いたものね、エリー。僕はいいの。あなたを責めてるんじゃないの。ただ会いに来てくれるのが少し遅かったわね。抱きしめて。夢見たんだ。夢？夢の中で溺れかけた。どう仕事？楽しい？また同じ質問。え？先週もここでそう聞いたでしょ、タレさん。そうだったかな。忘れたんですか？私声かけてもらってすごく嬉しかったの。がっかりです。ごめん。年取ると忘れっぽくなるんだよ。寂しいこと言わないでください。でも今度忘れたら。食事おごってくださいね。ゆうべ変な夢見たんです。変な夢？なんであんな夢見たのかしら。もしかして僕の夢？残念でした。そっか。いつもの道を歩いてると角を曲がった瞬間全然知らない街になるんです。そこは全然知らないんだけど、
妙に懐かしい感じのところで、見たこともない女の子がセーラー服で座ってるんですよ。どこかの家の前の階段のところにこう縦下して、じーっと私の方を見てるんです。悲しそうな目して。で、私もその子に抱きしめられてびしょ濡れになって、寒くて寒くて、それで目が覚めたんですけど、熱中でもしたかと思っちゃった。佐伯さん、肺、え、肺落ちますよ。ああ、ごめんなさい、私が面白くもない話しちゃったから。いや、そんなことないよ。すいません。どういうことだ、この子が俺と同じ夢を見たなんて。長井くんじゃないか。風邪ひくなよ。ミキ、早くしなさいよ。昼間あんな話を聞いたから、こっちの夢と長井くんの夢がごっちゃになってしまったんだろう。まあ別に気にするようなことじゃないさ。ミキ、ご飯食べないの？うん、いい。大丈夫なの？大丈夫。あ、ほら、はい。やっぱりセーラー服の学校にすればよかったかな。どうして？ううん、ただ昨日の夢にセーラー服着た女の子が出てきた。何それ。さあね、行ってきます。気をつけてね。萩原君。はい。長井君は風邪をひいたから休むって連絡ありましたけど。そう。佐伯さん。あ、その風邪だって聞いたもんだから心配になって。散らかってるんですけど、上がっててくださいよ。あ、いや、あの、元気になったんだったらもうこれ。ご心配おかけしてすいませんでした。大変だったね。風邪ひどかったの？昨日戻ってからすごい熱が出て、朝になっても全然下がらなかったもんですから。医者には見てもらったの？いいえ、でももう大丈夫です。誰か来てくれなかったの？彼氏とか。来てくれました、佐伯さんが。心配だったんだよ、変な夢の話を聞いた後だったから。あ、そうですよね、あの夢のせいかな。おいしい、このメロン。なんだか悪いな、ごちそうになっちゃって。見舞いに来たのはこっちなのに。全部コンビニで買ってきたもんですから、一日食べなかったら妙に食欲が湧いて買いすぎちゃって。それに
誰かと一緒に晩ご飯食べるなんてこと全然ないですから。そう。佐伯さん、どうしてお昼誘ってくれたりお見舞いに来てくれたりするんですか？どうしてって、迷惑？そうじゃなくて、どうしてなのかなって。そっか、理由がいるよな、部屋にまで上がり込んで。私嬉しいんです、本当です。別にどんな理由だって本当は構わないんです。そっか。ある人思い出すんだよ、君を見てると。え？顔が似てるわけじゃないんだけど、目とか表情の感じとか雰囲気が似てるのかな。ごめん、失礼だよな、こんな言い方。いろんな人にそんなこと言ってるんでしょ。そんなことないよ、こんなこと誰にも言ったことない。その人は佐伯さんの昔の恋人？うん、でも21年前に死んだ。そうですか。じゃあそろそろ。もう帰るんですか？ああ。じゃあ駅まで送ります。ダメだ、また風がぶり返したらどうするんだ。でも大人の言うことは聞くもんだ。はい。じゃあ佐伯さん。何？私も大人ですよ。おやすみなさい。おやすみ。佐伯さん、お客様でしょ。僕に？五十嵐さんとおっしゃる方で、1階のロビーでお待ちだそうです。五十嵐さん？ええ。五十嵐ね。二度と会うつもりはなかった。まあ君は認めないだろうが、私は今でもエリの命を奪ったのは君だと思ってる。娘に心中された親の気持ちは決して和らぐことはないんだよ。まして相手がこうして生きてるとなればなおさらだ。すいません。要件だけを。もしエリの写真を持っていたら譲ってほしい。写真を？そうだ、エリの写真が一枚残らず盗まれた。え？いや、消えてしまったと言った方が適切かもしれない。どうして？いや、わからない。課長がお探しでしたよ。そう。
何がおかしいの？いや、君を笑ったんじゃない、自分を笑ったんだ。なんで？妙なことを考えたもんだと思ってさ。どんなこと？君がエリ、21年前に死んだ女の生まれ変わりじゃないかって。でも君は君だ。その人そんなに私に似てるの？さあ、もう忘れた。私悪いことしたのかしら？死んでしまった人間のことはいつか忘れる、当たり前のことだ。実際僕もつい最近までずっと忘れてたんだ。私あなたを愛してもいいの？もうそうなんだろ。ずっと前から。それが事実なら否定しても仕方ない。私もいつか忘れられる。どうして？私もエリさんのように忘れられるのね。そんなことないよ。でしょうか。ちょっと待ってください。失礼します。大丈夫？ああ、少しロビーで休んでくる。まさかあの夢と関係があるのか。金子もあの夢を見ている。だとしたらミキはどうなるんだ？ミキは、こんな時に眠くなるなんて。眠ってはいけない、起きていなくては。ミキ、ミキ、こんなところで何してるの？待ってるの。誰？
誰か、私の夢を見てくれる誰か。ダメだ。え、こんなところに行っちゃダメだ。どうして？ここで待ってればきっといつか。ダメだ。さあ、父さんも死んだろ。でも、私は帰らない。そうよ、ミキはずっとここにいるの。エリー、行ってお父さん。ここにいても仕方ないもの。行って。よかったらとっととお帰りなさい。ミキ、戻るんだ。戻ってくれ。もう遅いわ。俺はここに残る。ずっと一緒にいる。遅かったのよ、ここに来るのが。頼む、ミキ。行くんだ、母さんのところ。ミキ、行くんだ、早く。恐怖を求めるのか。あなたが喜びを実感したいのなら、まず深い悲しみを知ることです。幸せをかみしめたいのなら、不幸を味わってみることです。そしてあなたが人生の平穏を退屈ではなく幸せだと思えるためには、時には地獄を見るような恐怖を体験してみることです。人はそれを無意識のうちに知っている。しかし現実の恐怖は誰も歓迎しない。だからこそ人は時々覗いてみたくなるのです。幻想の恐怖を。
静剤打ってあげますからね。ご承知でしたら電話しますよ。約束通り持ってきましたよ、事故の記事。先生には内緒だよ。どう、何か思い出したことはある？どうも、筆談っていうのはまどろっこしいね。まだあんた声が出ないの？ショックが収まれば喋れるようになるって先生は言ってたけどね。まあその時には記憶も戻っているわけだ。じゃあこれは？しゅんさんの写真。顔に見覚えあるかい？もうちょっとよく見て。刑事さん、勝手に入っちゃダメだって前にも言ったじゃないですか。すみません、先生を探したんですが、ちょっと時間がなかったもんで、ちょうど今帰るところです。まったく、とずうずしいわね。寝たのね。やっと記憶が戻ったようだね。サナカ。サナカって誰？
にしないか、その子。あの女の匂いがするわ。品のない香水の匂い。この匂い嗅いでると頭がおかしくなるの。やめろと言ってるだろ。できないわよね。私が怪我でもしたら困るのはあなただから。食事はあの女に作ってもらえば。あ、そうそう、あの女は料理なんか作れないんだったわね。疲れてるんだ俺は。あの女と楽しいんだから。あの女のことは私が一番よく知っているのよ。あなたよりもね。あなたが私を嫌っていて、あの女を愛しているってこともね。あの淫乱女を。私は嫌な性格の女らしいわね。面白みがなくて嫉妬深い女。あなたに言われたくないわよ。言葉には気をつけた方がいいわ。どんなに私のことを嫌っても私とは離れられない悲劇よね。それとも喜劇かな。分かった。おい、いつもより強めにしたからぐっすり眠れるわよ。いい夢見てね。あんたにとやかく言われる筋合いなんてないわよ。私が誰と寝ようと私の勝手なんだからさ。私はあんたの所有物なんかじゃない。分かった？分かったら返事。返事。私をその子と勘違いしてんじゃないの。いいの？あなたの大好きな嫌らしいザヌクさんにそんなことして。うわー！お前が悪いんだ。男なんか引っ張り込んでお前が悪いんだ。離して。私は田中じゃない。
その子なのか。いつ変わった。何したの。どうすんの。死んでるわよ。救急車だ。救急車呼んで。まだ生きてるよ。いや巻き添えなんて言えよ。俺はどうなるんだよ。一人ぼっちで人殺しか。そうよ。あなたとサラカがやったことでしょ。私には関係ないよ。頼む助けてくれ。頼む。いやお前さえ喋らなきゃなかったことになる。こいつどっかに埋めて、お前さえ黙ってれば、お前なんか死んじまえ。何言ってんの。私が死んだらサラカも死ぬのよ。あなたの愛していたサラカもね。足持て。何してんだ。早くしろ。いや、私は手伝わない。田中に手伝ってもらって。痛い話して。お前な、お前が一番困るんだぞ。人殺しの亭主の妻っていう指さされるお前がな、対面ばっかり気にしてる癖しやがって。いや、あとは痛い。俺だって怖いよ。吐きそうだよ今にも。お前な、亭主が困ってるのにそばで見てんのか。サナカなんだ。助けてくれ。お願いだ。その子かもよ。まだ冗談言ってる場合じゃないだろう。私はあんたの奴隷じゃない。奴隷はあんた。気分じゃないよ。助けてくれ。どうしたらいい。殺そうとしたでしょ。謝るところだったわね。その子が死んだら私も死ぬところだった。あなたが愛するサナカとあなたが憎むその子が同時に。よく分からなくなってきた。早く埋めちまいなさいよ。それでなかったことになるんじゃない。二人で楽しいことしましょうよ。絶対に言わないでくれ。バレたらおしまいだ。その子にも頼んどいた方がいいわよ。彼女もあの場所にいたんだからさ。どうやって。今度その子に買った時にか。俺の言うことなんか聞きゃしないよ。
さなかから頼んでくれないか。困ったわね。その子は私に何があったか分かるけど、私からは話しかけられないの。あなたから言うしかないのよ。大丈夫だよな、バレないよな。私はサナカじゃない、その子よ。危ないよ、セ。私はサナカなんかじゃない、その子よ。その子、あんたが教えてくれた場所から死体が出たよ。凶器の花瓶もあんたたちのマンションにあった。あんたの指紋がついてる。これが芹沢園子の指紋、そしてもう一枚があんたの指紋だ。違うだろう。全く別人だ、この二人は。あんたは芹沢園子じゃない。また来ますよ、芹沢さん。さあ、包帯買いましょう、ね。だいぶ良くなったわね。これなら傷も残らないかな。
人はなぜ恐怖を求めるのか。あなたが喜びを実感したいのなら、まず深い悲しみを知ることです。幸せをかみしめたいのなら、不幸を味わってみることです。そしてあなたが人生の平穏を退屈ではなく幸せだと思えるためには、時には地獄を見るような恐怖を体験してみることです。人はそれを無意識のうちに知っている。しかし現実の恐怖は誰も歓迎しない。だからこそ人は時々覗いてみたくなるのです。幻想の恐怖を。私も今のあなたと同じように見ず知らずの男からこの子を買ったんです。それがこの子に関する全てです。おかしな話だと思いますよね。ええ、私もね、最初は耳を疑いました。こんな可愛い子を自由にできるなんて話がうますぎる。自由に。はい。ただこの話にはちょっとしたルールがありましてね。ルール。この子を買った者は買った日から数えて28日以内にまた別の男に売らなければならない。しかも自分が買った時よりも高い値段で。どうしてですか。それは分かりません。私も同じように言われただけですから。じゃあもし売らなかったら。それは彼女に。その私はこの子を8600円で買いました。この子を買ってから今日がちょうど28日目なんです。しかも残りが3時間しかない。あなた今いくらお持ちですか。そんなこと言われても。いくら持ってるんですか。確かそんな持ってるはずだったんです。8600円、これだけですか。確か小銭が。ありがとうございます。これで彼女はあなたのものだ。僕まだ買うなんて一言も。さようなら。ちょっと待ってくださいよ。スケベ。え。弱っちゃったよな。あのさ。え。嫌ならすぐ誰かに売ればいいじゃん。いや、そういうわけじゃないんだけど。どっちなの、はっきりしてくんな。でも一応買っちゃったから。買っちゃった。いや、買いました。お買い上げどうもありがとうございました。どういたしまして。
男のくせにこんな人形飾ってんの？触んないでよ。いいじゃない。壊れやすいんだって。壊さないから。可愛いじゃん。でしょ。作るのに1週間かかったんだ。あ、そう。え、名前なんて言うの？ユミ。本当に名前つけてんの？信じられない。買った時から名前ついてたんだよ。いやだ、気持ち悪い。もういいから返してよ。いいでしょ。やだ、返してって。いい結果してるね。え？なんでもない。歯ブラシあるよ。私の体だけが目当てだったのね。亜美、お嫁に行けなくなっちゃう。そんな、まだ何も。亜美、傷物にされちゃうのね。分かったよ、もう。おやすみなさい。話が違うじゃないかよ。やばい。え、もう行っちゃうの？今度単位落としてさ、卒業できなくなっちゃうんだよ。じゃあ亜美も一緒に行きたい。つまんないでしょ。じゃあなるべく早く帰ってくるから。待ってね。いってらっしゃい、ダーリン。行ってきます。いらっしゃい、頑張ってね。ダーリンか。ごちそうさま。いや、徹夜で意味をゲットする件だけど、時間を決めて交代で並ぼうってことで。ごめん、ちょっと急いでるんだ。ただいま。亜美ちゃんが作ってくれたの？ちょっと頑張ってしまいました。食べてみて。すごいメニューだよね。いただきます。亜美ちゃんは食べないの？ダーリンが食べてるところ見ていたいの。変なやつ。8653円出したもんな。よし。
な人じゃないと思ったのに。好きにすればいいでしょ。そう言われても。もう好きにしてよ。分かったよ。もうけど何？こんなそやのつくものばっかり食べてもさ、その好きで。どこ行くの？お買い物。行かないでよ。だって何もないよ、もう食べるもの。だったら僕が行く。アミはここにいて。どこにも行かないで。うん、はい。
輩。シンジ君、どうしたんだよ、ひどい顔して。別に、ちょっと風邪で。あの女のせいじゃないんでしょうね。アミに、アミになんかやったんじゃないだろうな。やめなよ。してませんよ。ただユミちゃんのフィギュアを買ってきてあげたんで渡しただけですよ。ただいま。私とこの人形どっちの方が好きなの？そんなこと決まってるじゃないか。どっち？アミだよ。当たり前だろ。本当に？ああ。だったらこの人形壊しても文句ないよね。それはやっぱりこの人形の方が好きなんじゃない？だったら私は8653円より高く早くない誰かに売っちゃってよ。そんなこと言わないでくれよ。僕にアミが必要なんだ。お願いだよ。血ならいくらずっとっていいから。エッチなことしない？しないよ。本当に私の言うこと何でも聞いてくれる？うん、何だって聞くよ。ダーリン。覚えていてくれましたか？そりゃあ。私にアミを売ってくれないか。やっぱり私にはアミが必要だ。妻とも別れた。工場も一手に渡った。もう私にはアミしかいないんだよ。明日になるよ。どうせ君はアミを誰かに売るんだろ。だったら私に言ってくれ。アミを売る気はありません。分かっただろう。彼女は普通の人間じゃない。普通の女じゃないんだぞ。そんなことない。彼女は優しくてわがままで、やきもちだって焼いてくれるし。なんだ、君はまだ何もしてないのか。本当なのか？本当だよ。アミ、君は自分の顔を鏡で見たことがないのか。死ぬぞ。血を全部吸い取られて食われてしまうんだぞ。アミになら食われたって本能です。君もそこまで。は僕のものだ。もう十分だ。
の男は都内の安アパートで痩せこけた死体で発見された。男の体には血の量が平常時の半分にも足りなかったという。そして亜美のことはどこにも書かれていなかった。今度はまた1円からだよ。